はい、こんにちは。カートレスタジオの亀田です。今日はね、腹筋ローラー、膝をついてやる状態から立って腹筋ローラーができるようになるまでのね、めちゃくちゃいい方法を紹介します。膝ついた状態から、でまずね、膝ついてまず伸びていきますよね。これでね、できるだけ戻れるところから戻っていきます。これで少しずつね、様子を見ながら伸びれるところまで伸びていきます。で最後までいけたらね、しっかりあの肘はね、曲げたまんまじゃなくて、しっかりこの肘をピーンと伸ばす。でできる時も、まあ、できれば戻る時も手でね、手で戻るんじゃなくて、肘はしっかり伸ばしたまんまいって、肘伸ばしたまんま帰る。これが正しい使い方です。手で戻るとね、しっかりね、帰るときにね、腹筋効かないんでね、しっかり肘伸ばして戻るっていうのをまずやってください。そしてこれができるようになったら、膝をついて手を伸ばした状態で5秒とかね、10秒とか止まってから戻るっていう風にステップアップしてください。この膝ついてから腹筋をするのと、立って腹筋ローラーをするっていうまでのね、この間がね、すごくハードが一気に上がっちゃうんですよ。膝ついて20回できるけど、立って1回もできないとかね、なかなかそこから一気に飛び上がるまでがね、なかなか皆さん困ってると思います。こっからね、立ってできるようになるためのステップアップの紹介。はい、立ってできるようになるための方法です。腹筋ローラーで壁を使います。ちょっとやってみます。今日もね、動画最後まで見てください。そしてこういうマークのやつ、ポチッと押してくださいね。ポチッと、そうしたらね、あの僕の動画がね、たくさんの人に見てもらえるんで、視聴者の皆さんね、ご協力してください。立った状態で壁にぶつかるまで当たります。そしたら戻る。ちょっと楽だなと思ったら少し下がってね、またぶつかったら戻る。また後ろに下がってぶつかったら戻る。でだんだんと距離をね、遠くしていってですね、そして最後の方になってくると伸びて止まってあげる。止まってあげて戻っていく。ああいう感じでね、ちょっとずつ足を下げていって、壁との距離を広げていって、ぶつかって帰るっていう風に少しずつ伸ばしていけばですね、いつの間にか立ってできるようになります。そしてコメントもね、どんどんお待ちしてます。コメントがね、やっぱり来ないとね、いい動画上げてんのかなとかね、面白く見てもらってんのかなとかね、わかんないんでね、何でもいいです。いつも楽しくないよとかね、もっときついのないよとかね、腹筋ばっかりもっと教えてとかね、スクワット教えてとかね、何でもいいんでね、コメントください。楽しくないよとかね、あんなんでもいいですよ、もちろん。なんでコメントのこれポチッとよろしくお願いします。これでもいいですよ、これをポチッともいいんです、全然。反応よろしくお願いします。なかなかね、この壁がないとビビっちゃって結構手前で帰っちゃうんでね、しっかりもうぶつかれたところまでね、結構広めに幅取ってね、やってみてください。そしたらね、立ってできるようになります。立ってできるようになったら腹筋ね、腹筋めっちゃ効いてきますからね、頑張ってください。ご視聴ありがとうございます。